とどろきをスポーツの聖地に。子供たちがボール蹴って遊んでたり、まあ、テニスしてるところもありますし、釣り堀もありましたっけ、うん、ありますよね。それはすごく目に入って、なんかあーなんかいい雰囲気だなとか、のんびりしてていいなっていう感じの、僕も行きたいなっていう感じにはさせてくれますね。やっぱり子供が一番喜ぶのは遊具ですね。いろんなあの面白い遊具があると子供はすごく喜ぶと思うので、うん、そういうのがいっぱい揃ってる公園にやっぱりお父さんは連れてきがちだと思うので、今改装してるんですよね。子供だけじゃないんで公園使うのが、まあ、年もいると思いますし、まあ、子供いるってことはファミリー層もいるんで、まあその年齢層問わずみんなが快適に安全に使える、公園になってほしいなとは思いますけどね。やっぱり、まあ、あとはボール使えるといいなと思いますけどね。まあ、なんかこうバスで等々力入るときにボール蹴ってる親子とか見ると、やっぱなんか繋がってるなっていうか、等々力と等々力有志がこうフロンターレで繋がってるなっていうのがすごく個人的には見てて嬉しい光景なんで。5月28日、等々力の未来を考えよう。